現場のニーズをスピーディーに法案に反映したというのは今ではなかなかないのかなと。地元の中小企業の皆さんに岩手で集まってもらってですね、とても今までのやり方では事業の存続は厳しいということで、この2つの仕組みは画期的で、今いろんな災害がありますけども、そこにも応用されてまして、これは一つのレガシーだったんじゃないかなと思いますね。政策立案についてすごく真面目に一生懸命やる人が多かった、またそういう人たちの意見が反映されやすかったと。その期間を半年延長しましょうというような法案を、これも本当に短い1週間もしないうちに法案作って国会で通したというのがありますね。まずは我々被災地がですね、モデルとなってバナインフラを生かしていくためにも、移住人口とか交流人口を増やしていくということに力を入れていきたいなと思います。